習慣受験生の皆さん、こんにちは。欧州館ノア塾長の飯塚です。今日は3月19日火曜日ですね。欧州館受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか？もうね、3学期もね、いよいよ終わるという感じですけれども、通知表もね、出てくると思います。新6年生になる人はですね、5年生の時の通知表っていうのが欧州館では非常に重視されてきてますので、今学期のね、成績表っていうのはどうだったかなということをしっかり振り返ってください。で、新5年生になる子はね、4年生以前のね、成績ってなりますので、一応ね、今回の成績は4年生の学校の通知表っていうのは、欧州館試験に入ってきませんけれども、今度5年生になりますからね、5、6年生の通知表っていうのはとても重視されますので、今学期以降ですね、来学期というかな、しっかりと成績の方も意識していかなきゃいけないという気持ちでもって、考えてください。で、またね、新6年生になる子はですね、学校の通知表、ノアではですね、学校の通知表は一通りみんな教室に持ってきてもらって、私の方にですね、1回目を通させてもらっていますので、塾生諸君はですね、通知表必ず1回持ってきてください。でですね、今日のお知らせとしては、こちらのお知らせになります。2019年の首都圏模試のご案内っていうのが届きました。首都圏模試センターさんからですね、この裏側を見ると、小6第1回4月14日統一模試というね、統一合板模試があります。中学受験ではですね、四谷大塚の合符合判定テストと、このですね、統一合判、これ二大模試と言われてるんですけれども、どちらの模試を受ければいいんですかという話をね、よく聞かれるんですけれども、志望校が、中上位の学校を目指すんだったら四谷大塚合符合判定テスト、中下位の学校を目指してるんだったら統一合判という感じで考えています。私立受験生に関してはですね、で、欧州館受験生に関してはですね、ひとまずですね、この4月14日の統一合判、これは受けてほしいかなと思います。一応ね、私立版の模擬試験になるんですが、欧州館ノアではですね、欧州館ノアを鍛えるで、算数を私立受験生並みに勉強しましょうっていうことを言っています。で、そのね、予習シリーズの出来具合、進捗具合を確認するっていう意味でも、この4月14日の統一合判はぜひ受験してください。ノアの方の教室ではですね、6年生は基本的には全員受験しますし、新5年生でもですね、勉強の済み具合がいい子はこの小6のね、模擬試験を受けてもらったりしています。で、またですね、今年のね、模擬試験のお知らせっていうのはここのところいろいろ出てるんですけれども、この7月15日、9月23日、11月23日、この3回がですね、公立中高一貫模試っていうのが小学6年生あります。で、5年生は9月23日、これは6年生と同じ日になるんですけれども、5年生は1回だけね、公立中高一貫模試があります。で、5年生の子でもですね、成績がいい子、勉強の進み具合がいい子はですね、この小6の模試の方を受けることを推奨しています。昨年でもですね、5年生以下でもですね、6年生模試を受けて偏差値60を超えていくという子もノアでは普通にいますので、勉強のね、どんどん学年関係なしに進捗具合をどんどん高めてもらってですね、5年生の子もですね、新5年生の子もね、6年模試を受けるぞというぐらいのつもりで勉強を進めていってください。で、小学校6年生に今度新6年になる子はですね、4月次7月になるんですけれどもね、で、9月、10月、11月、12月とありますので、この辺の私立型模試、欧州館プラス併願校っていうのは基本的にはね、受ける子が多いと思うんですね。2月3日欧州館一本勝負で受けますよと、もうそこしか狙ってませんと、欧州館以外受けるつもりありませんっていう子でもですね、やはり2月1、2っていうのは私立受験ありますし、1月は1月校受験がありますので、2月3日うまくいくためにですね、1日2日っていうのは併願校をしっかり受けていった方がいいです。よくですね、行かないんで受ける必要ないんじゃないですかっていう子いるんですけれども、2月3日っていうのは短期決戦ですね、一発勝負になりますので、やっぱり経験値を買うという意味でもですね、2月1日2日の私立受験で、また1月のそうですね、1月校受験、こんなところもしっかり練習しておいた方がいいと思いますし、勉強の進捗具合ですね、欧州館って偏差値がそれなりに高いですから、難しいですから、
まあ、倍率もですね7倍ぐらいあります。7人に1人しか受からない試験ではあるわけですね。そうなった時に、まあ、丸か×かで考えると、まあ、ぶっちゃけ大多数の人が×がつくわけですよ。7人中6人は×がつく試験なわけですから、×が普通なわけになっちゃうんですね。でもそこの差ね、×でもですね、丸に近い合格に近い不合格者と全然足らない不合格者っていう中にはいますよね。そうすると自分自身がたとえ今合格判定が来なくてもですね、どこまで合格に近い不合格ゾーンにいるのかなっていうことを知るっていうことも重要。あとはですね、やはり本番で力を出すっていうのは大変なわけですね。まあ昨年のノアの塾生でもですね、まあある男の子が僕に最後に言ってた言葉なんですけれども、非常に僕もねそれ印象的に残ってる言葉なんですが、その子はこう言ってました。1月高受験受けて、2月1、2を受けて、で3日応習会行くときにですね、本番ってこんなに思った以上に力って出せないもんなんですねって、その子はね、その時になって初めてその子はそういう痛感した言葉を言ったんですね。まあ僕はもう今年で中学受験のこういうふうに教え始めてもう21年目なんですよね。で21年もやってるとですね、いろんな受験生見てきたり、いろんな逆転シーンも見てきてれば、えっていう不合格もたくさん見てきてます。でそういった中でですね、2月3日っていうこの短期決戦をしっかり取っていくためにも1日2日っていうのは受験の受け方によってこんなに、子どもたちっていうのはまだ大人に比べると経験値が少ないですから、1回の出来事がプラスにもマイナスにも変わるというふうな場面をたくさん見てきてますので、ぜひですね、まあ騙されたと思って、4月14日この統一合板、まあ、応習館だけしか受けませんと絶対にということであれば2教科でも構わないと思います。まあ、2教科受験と4教科受験がありますので、2教科受験であれば、まあ、わずか50分の試験が2回をやるだけですから、もう10時50分に終わりますので、朝8時50分から始まって、まあ10時50分に終わりますのでね、そんなに負担にはならないと思いますので、4教科受けても午前中で終わりますから、ぜひ受験してみてください。で模擬試験もそれなりにね値段しますので、まあ、ノアではですね、この試験が終わったら、まあ、日曜日なんですけれども終わり次第、教室の方に集まって当日のうちに全部採点会をやって、できない問題は解き直しをしてというふうに、そのくらいしっかりね、活用すれば模擬試験を受ける価値もありますので、ぜひこの4月14日の統一合板、まず新6年生は挑戦してみてください。今ノアの教室の方でね受付しておりますので、申し込みの方をしっかりやってください。でこれがあるってことはね、4月14日模試があるっていうことはですね、春休みどうやって過ごせばいいのかということも見えてきますよね。まあそういうところをですねしっかりと頭に置いて、明日以降のね勉強に、役立ててもらえればいいかなと思います。では皆さん、応習館絶対合格に向けて頑張りましょう。